いいね、宇宙人も地球に貢献してくよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。なんかみんな集まって勉強会えらえらで、今回はないね、ハートは。ってことで春城さん、何二人で、いいねいいね。てかこのさ、なんか私が部屋に入ってったらもう一人ご覧くなるとかじゃなくて、1週間ぶりくらいですか、このまんまの状態の場所に入っていきたいよね。なんかその辺ちょっとどうなん、新作とか出たらね。お風呂に入りたいです。お、お風呂いいよいいよ。んーと、お風呂セット、はい、どうぞ。それじゃあ一風呂浴びてきます。いってらっしゃいまし。ふぅ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 。あ、アイドルのだよ。てかいつも思うのがね、俺99個超えても渡されたりとかするやん、アイテム。なんかそういうやつはお金に換金してほしいよね。まあお金もいっぱいあるんやけどさ。でもなんか無駄になりよる気がして。え、あれどこに行きよんやろ一体。さっぱりした、よかったよかった。部屋の中で運動できるなんてルームランナーって本当に便利ですね。でもこれでね、なんか VR とかと連動して本当に外を走るよりような感覚にみたいなのは、なんか楽しそうな感じすることない？まあ今でもなんかね、画面を見ながらみたいなのはあるけど、結構美味しかった、よかったよかった。これでお腹も満たされたね。満足満足。あ、まだおるやん。お、そしてあゆな入るよ。あたしのそっくりさん来てくれたんですね。来ました。お久しぶりに来ました。頭の中も見てください。ふんふん、宇宙人の考えとることとか空っぽやん。脳みそ空っぽやん、やば。考えたりもするわけですよ。何も考えていないということだ、要は。パワースポットに行ってみたいです。パワースポット、宇宙人の格好してパワースポットに行きたいとか言われたらね、何かしら UFO と交信とかしだしそうじゃない。はい、カレー、いただきます。カレーは美味しいよ。さあどうだよね、美味しいよね。ハヤシライスより断然カレー派。一時期なんかハヤシライスもめっちゃ好きやったんやけど、なんかハヤシライスは飽きるけどカレーは飽きん気がする、なんとなくね。なんとなくやけど。ほい、そしてヒロさん入るよ。一緒に遊びませんか。遊ぼう遊ぼう。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。ほい、スタート。絶対痛いやん。何、いじめですか。はい、はっ、失敗。あー、早かった。もう一回もう一回もう一回だけですよ。さあ来い、行きますよ。来い。はっ、でもどっちにしろちょっと早かったね。今度行きますよ。さあ来い。はっ、失敗。あー、早めにやってしまう。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひぜひとも。お宝、トイレットペーパーをもらいました、ありがとう。さっき道に迷ってる旅人がいたんで道案内してあげました。いや、うちの島の人たちはみんな親切だな、いいと思うよ。はい、赤飯でもどうぞ。いただきます。ほいほい。結構美味しかった、よかったよかった。いつも思うんやけどさ、あの棚の下のね、なんか左側にあるやつなんなんやろ。え、ピーマンみたいな、かぼちゃかな、ハロウィンとかにありそうじゃない。ああいう細かい部分すごい気になるんやけど。はい、そしてゆうとさん入るよ。遊んでください。遊びましょう遊びましょう。キャ、お、またしてもキャッチや。行きますよ。さあ来い。3、はい、2、はい、は、失敗。あー、ダメやな、もうちょっと待とう。もう1回だけですよ。そう、もうちょっと待とう。行きますよ。来い。あ、
は失敗。あ、全然待てないんだけど全く待てないんだけど。残念でしたね。クソ、よろしくね。また遊んでください。ぜひぜひまた再チャレンジさせてくださいまし。お宝トイレットペーパーをもらいました。トイレットペーパーが溜まっていくわ。リクと一緒にまったりする時間が好きです。お、いいね。レッくんと仲いいってこと？かなり楽しい。お、いいやんいいやん。仲いいのはいいことだよ。はい、ピザでもどうぞ。いただきます。はいはい。さあどうだ。まあまあ美味しかった。よかったよかった。はい、そしてゆうささん入るよ。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。遊びたい人が多いのね今回は。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。残った。よっしゃ、押し出せい。最近ね、トントン相撲めっちゃいい感じやけんね。あー、押し出される。待って、やめて。いい感じとか言った途端にちょっと、あー、ダメ、いけ、よっしゃよっしゃー。ふう、よかった。ちょっと押し出されるかと思ってハラハラしたんやけど。一つだけあげます。よし、それじゃあどれか選んでください。一番大きいので。お宝チューリップをもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんの顔も見るとほっとします。お、マジでいいことやんね。どういう意味かはちょっとわからんけど。はい、餃子でもどうぞ。みんなのお母さん的な感じそういう感じかな。どうすか。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。はい、それじゃあ、みんなに募金をそろそろ募りに行こうかしら。はい、みんなに募金を募りたいと思います。さあみんなじゃんじゃん入れてって。じゃんいいね。宇宙人も地球に貢献してくよ。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれたので歌を聴いていきたいと思います。はい、今回はグループで、OTG、オールドスリーガールズ。まあ、もともと初期の頃からおった3人やね。ライチちゃん、あゆな、あきちゃん。エンジョイ2番、OTG で、お願いします。今まで夢見てた楽しいあゆな島、音楽堂にあって遊園楽しいすぎるよ。レッツエンジョイ、今日も明日もずっと楽しく行きましょう。いいね、いいねアイドルの曲かわいいよね。はい、それじゃあ、はい、それじゃあ、おお、なんだ、何、どうした、誰、ちょっとすみません。ほいほい、ゆすむくんじゃないの。どうしてもゆすかただけやんでくれたので。そう、ゆすむくんとてつかちゃんの間にね、ゆすかちゃんが生まれたんやけど、これがね、顔がもうてつかちゃんなんよ。まんまてつかてつかちゃんなんよ。ゆすむくん要素がないんよこれ、この感じ、あ、これじゃない。あー、泣きやんだ。あれかな、ここから多少ゆすむくん要素出てくるんやろうかちょっと今のところ全くわからんねえけど、てつかちゃん方面の血が強すぎまして、いやー、ちょっと泣きやんで。あ、そろそろミルクの時間ですね。あ、大丈夫、
とりあえず落ち着いたかな。の機嫌も水分良くなりあ、よかったよかった。ちょっと途中でまたダメになったかと思ったけど、ありがとうございました。はいはい、いえいえ、お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品扇風機をもらいました。ありがとう。はい、それじゃあミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日お、ふなさん誕生日や、おめでたい。ゆきゆきやね。開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデーツー。ふなさん、いつも私ね、モデル体型でスラッとしてていいなと思うよ。なんかね、大人っぽい服装めっちゃ似合うもんね。ともちゃんとの身長差すご、身長差、身長差すごそう。ありがとう。おめでとう。マジのみに聞きました。ほ、てつかちゃん。昨日までのふなさんとは別人のようです。マジでそんな変わったりせんやろ。誕生日を境にそこまで変わることないよね、別に。まあなんか、10代から20代とか、20代から30代やったら、何気にちょっと気持ち的には変化あるかもしれんけど、でも見た目は何も変わらんけんね。はい、そして、久々のヒルイチ。マリンワンピースだよ。え、かわいい。今日は特売日だから。マリンワンピース買います。毎度あり。いいね、いいね。まあまだまだやけど、夏は。ふふ。でもこれからの、お、女子会。どうすればもっと頭が良くなるかな。どうしたの急に。頭が良くなりたいの。ガムも食べればいいんじゃない。あ、でもガム集中力は上がるって言うんやっけ。違うっけ。なんか野球選手が髪よりよね。わかる。みんな楽しい日々を過ごしてるんじゃないの。やっぱり体重が気になってるっていう割には。でもまあサンドイッチやけんね。やっぱりってひどくない？で何かな？やっぱり太ってきてると思ってたよみたいな感じ。熱でもあるの？いや、みんな幸せにはなりたいからね。幸せって何かなってちょっと語られだしたら私は困るけど、友達にね。あ、ハート出た。アウンくん。アウンくんじゃないか。何でもないです。相手は誰ですか？ほっといてください。ほっときませんよ。実はアダムスのことが好きです。へえ、アダムスさん。マジでアダムスさんって相手おらんかったっけ。ええ、ちょっと待って、とりあえず告白しよう。とりあえずで、必死に告白する場所はどこがいいでしょうか。さあ、場所はよし、公園で。その前に着替えた方がいいですかね。ちょ、待って、服の方をちょっと。え、これしかないんやっけ、服。違うよね。パーカー。ちょ、待って、こっちはトリルビーと。あ、なるほどね。ちょ、とりあえず帽子外そう。帽子外してこれでいいんじゃないかな。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、どうなるかな。え、もしかして、その日結局来ない。まさかの来ない。いや、服まで気を使ったのに。え、来ないまま終わるのはちょっと悲しすぎない。これはリベンジするでしょ。するよね、リベンジ。どうなの。振られちゃいました。あー、しない。マジか、諦めるの。まあ、でも来ないってなったらね、だいぶダメージが、ダメージは相当なことに。で、もしかしたらね、ほら、体の調子が悪かったんかもしれんし。ね、そういうこともあるさ、しょうがないよ。せっかくの恋だったんだけれどもね。はい、それじゃあ、あさみさん、入ります。喧嘩じゃなくてよかった。こんにちは。こんにちは。ガイタンと友達になりたいです。お、ガイタンくん、いいんじゃない。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。どういう、頭を使う話。アドバイスありがとうございます。私の場合は頭を使う話なんか全然されたくないけどね。では、ちょっとお話しします。
そんなね、そんな話して仲良くなりたいって言われても、私は楽しい人と友達になりたいよ。さあ、どう？まあ、中身のないスッカスカの話する人、スッカスカの話ばっかりする人とかはちょっと嫌やけど。おー、慣れた慣れた。よかったよかった。人間関係広がってく。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。よかったよかった。あさみさんもなかなかちょっと新たな恋がないな。実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、あれで最後ね、もし、まあ、相手がおらんかったりとかして付き合えたら最高の締めくくりになったんやけどな。